アンドバリが捕らえられた場面が描かれたシグルズ・ストームの一部分。アンドバリは北欧神話に登場するドワーフである。彼は滝の近くに住み、自らの意志で魚に変身する能力があり、自分をとましめる魔法の指輪、アンドバラナウトを所有していた。ドワーフの音を殺害したために、父フレーズ丸に彼の賠償を求められたロッキは、ラーアンから与えられた網を使って、 カワカマスに変身したアンドバリを捕らえ、彼の黄金を全部引き渡すように強要した。アンドバリは、アンドバラナウトを隠したが、ロキに見とがめられ、取り上げられてしまった。彼は、アンバラナウトは、財産を増やせる魔法の指輪であることを告げ、返してくれるようロキに懇願したが叶わなかった。アンドバリは、指輪の恩恵が他者に返さないように、それを手に入れた者は破滅するという呪いをかけた。 ロキは、フレーズ丸に黄金を引き渡した後で、指輪の呪いの事実を伝えた。ブリュンヒルドとシグルズの死後、グンナルは黄金を洞窟へ残した。アンドバリは洞窟を発見し黄金を取り戻したが、彼の指輪は永遠に失われた。リヒャルト・アーグナーの学劇、ニーベルングの指輪の作品群では、アルベリヒの特徴のいくらかは、アンドバリに基づいている。しかし、 より多くの部分は、フランクの魔法使いアルベリヒヒに由来している。ありがとうございます。